CS 放送というものがございます。じゃあ宇宙に飛んでる衛星からと、テレビ側につないでいただくだけの簡単な、接続方法になります。できるので、そちらの方で対戦で伝えていきましょう。あとは、反射波をご覧いただく、これも反射波なんです。こちら あの山にぶつけてるのがありますが、デジタルテレビ局の皆さん、こんにちは。総務省テレビ初心者支援センターです。今月鶴見区では11会場の地区センター地域ケアプラザさんで地デジについて説明会を実施する予定となっております。説明会では地デジについての基礎的な部分のお話を分かりやすくご説明いたします。また説明会終了後にはそれぞれのご質問ご相談に乗らせていただきます。個別相談会の方も実施する予定になっておりますので、皆様お気軽にご相談ください。それでは、どうぞお気軽にお越しください。お待ちしております。